お疲れ様でした。それでは決勝を戦ったお二人に、インタビューをさせていただきます。まず勝ちました、永瀬拓矢九段からお話を伺いますが、先手番で矢倉ということで、これはどうでしょう、午前の対局終わった後に、作戦を考えるようなこともおっしゃってましたけども、やはり短い間でしたけど結構いろいろ考えた末ということだったんでしょうか。あ、そうですね、はい、時間も本当になかったかなとは思うんですけど、そうですね、自分の中で課題の将棋を、ぶつけてみようかなと思ったのと、そうですね、なんでしょう、最近藤井さんに対してなんか関わりがちょっと将棋にならない対局が多かったので、今日は違う戦型してみようかなと思っていました。結構予定通りということで時間をあまり使わずに、進めてたと思うんですけども、4号桂打ったあたりからちょっと あまり考えてない局面だったのかなと思うんですけど、そのあたりから手応えはいかがだったでしょうか。あ、そうですね、2八に竜ができる将棋で、そうですね、基本的に竜がいなくなると耐久力がガクッと落ちる印象があったので、そこに、耐久力が落ちた時に一気に寄せられないようにしようと思いながら気をつけて指してはいました。その後いかがでしょう、ポイントとなった局面というのはどのあたりかなというふうに思ってますか。あ、そうですね、基本的に終盤は自信ないのかなと思いながら指してはいたんですけど、そうですね、ちょっと相対的な磁力、局の強度というものが、正確に測れてないような気がしたので、分からないまま指していました。最後勝ちになったかなと思ったのはどのあたりでしょうか。あ、そうですね、最後、ゴール近くだから、詰む形になっていましたので、どうしてなら詰みでした、詰みの形に入っていましたので、そうですね、そこで勝ちになったんじゃないかなという気がしました。はい、ありがとうございます。永瀬九段、今回の初優勝ということなんですけれども、その点についてはまずいかがでしょうか。そうですね、棋戦優勝がすごい少ないなという気がしていたので、そうですね、一般棋戦優勝が多分初めてなので、それはよく、すごい自信になるかなと思います。決勝で藤井名人竜を破っての優勝ということでもあるわけですけれども、ちょっと隣に出てほしいなんですけど、これまでも当然勝利はありましたけれども、それまでと比べて今回の勝利いかがでしょうか。あ、はい、そうですね、藤井さんと決勝を対局させていただくのは、多分自分が不甲斐ない結果のせいで、初めてで、そうですね、はい、そうですね、本当に胸を借りるだけなので、こちらは精一杯いるのみかなと、一生懸命集中するのみかなと思いながら、させていました。はい、ありがとうございます。それでは藤井名人竜王に伺いますけれども、後手番で、先手が何をやってくるかなというところで、矢倉をやってこられたということだったんですけれども、このあたりの戦型というのは印象はいかがだったですか。はい、そうですね、ちょっと、その矢倉も予想していない戦型でしたし、ちょっと、そのあとも、本当にもうこちらが、この認識のない変化になってしまって、かなり大きな神経を使う展開かなというふうに、思っていました。だんだんの持ち時間の差も、詰まってきていたと思うんですけれども、どうでしょうか、難しいと思ってたのか苦しいと思ってたのか、そのあたりの形勢判断はその後いかがだったでしょうか。そうですね、少し自信のない感じもするところもあったんですけれど、そうですね、はっきりなんていうか、崩れているわけではないというか、全体としてはこう難しい局面が長かったのかなというふうに、思っていました。結構難しかったと思うんですけれども、どこかこの手の代わりにこれをやっておいた方が良かったなという手はありますか。そうです、ちょっとすぐにはわからないんですけど、そうです、ちょっと途中から例えばそんな陣をこなりかならずかとか、5号桂を小先に取るかとか、そういう細かいところで少しずつミスが出ていたのかなと
は思ったんですけど、ただそうですね、まあ、それでもまだそうですね、難しかったと思うので、うーん、そうですね、最後ちょっとそうですね、なんか、まあ、いつ合流と出られたあたりからなんてがっくりダメにしてしまったような気がします。まあ、今回、まあ、そうですね、これまでと同様このように多くのお客様の中での対局ということだったんですけれども、改めてこの公開対局での、決勝を戦った感想をお願いします。はい、そうですね、今年も本当にこう多くの方に見に来ていただきましてありがとうございます。そうですね、そうですね、まあ、本当にこの舞台で出るというのは楽しみでしたし、そうですね、今日も2曲指すことができて、まあ、結果は残念だったんですけれども、まあ、自分としてもこうすごく、まあ、充実した一日を、まあ、過ごせたのかなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。それでは両対局者に盛大に拍手をお願いします。